どうも、吉野です。今日はね、要注意、即振られる、時代につながる、完全なひもて行為、むついついてお話をさせていただきます。自分ではね、モテると思ってるんだけど、実は相手からドン引きされてるとこと多々あります。でなぜか交際が続かない、LINE がブロックされる、そして振られてばかりという方はね、最後までご覧ください。解決につながると思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、今日はね、YouTube2 ヶ月ぶりに撮ってます。YouTube ね、実は出産前にいっぱい取りためをしておきまして、で今ね、撮ってるんですが、今日9月13日ということでね、無事に7月の20日に、帝王切開で出産できましたということでね、まあ、一時ね出産中に心肺停止とか私出血がねすごい多くて血圧も低くて、まあ、高齢出産で45歳出産してるのでということもあるので、まあ、一回ちょっと、ね、心肺停止になっちゃってちょっと大変なことにはなったんですけれども、私自身がね無事に復帰をしまして1ヶ月ほどリハビリをして、で無事子供のお宮参りを済ませて、で、昨日かな自分のね会員さんの結婚式参列をしてきました。ありがたいことにちょっと参列するために一生懸命リハビリしてたんですけれども、もう子供とねうちの夫と参列させてもらって、うちの子供にも嬉しいメッセージカードもいただいてということで本当にありがたいなと思ってるんですけどもね。ということで今日はちょっと久しぶりに、ね、話をするので、いろいろとちょっと下噛んじゃうかもしれないので、ぜひお付き合いいただければと、ご愛嬌だと思ってね。じゃあ話をさせていただきたいと思います。まずね一つ目入ります。一つ目はね、やんちゃアピールし、やんちゃアピールね、スピード違反で捕まっちゃったことがあるとかね、あと自分はこんな昔悪いことしてたんだぜとか、あと実はねモテてたんだよねとかね、自分モテてたんだよって話をねモテアピールしたりとか、あと周りにこんな悪いことをした人がいるんだよっていうことね、ちょっとねえっと思うと思うんですけど、ちょっとね田舎のヤンキーなんじゃないかみたいなっていう方は話をされる方いらっしゃるんですが、こういったね田舎のヤンキーのような悪ガキのように自分を悪く見せたりして、自分は誠実なんだけど真面目だけじゃない、こんなね悪いところもあるんだよ、魅力的な部分もあるんで、いろんな面があるんだよとかってね、いろんな自分を見せたがいっていう方はね結構いらっしゃるんですね。でこういう方って自分ではそのつもりではないんだけれども、はたから聞くとそんな人と思うと思うんですけど、皆さんも聞いてて思うかもしれないですが、実際多いんですね、意外とこういう方で。これね自分にもちょっと振り返って考えてみていただければと思うんですがね、ちょっと悪いことしちゃったってことね、ちょっと冗談っぽく言うようなことあると思うんですが、これを結構激しく言うことが中にいらっしゃいます。で聞いた相手はというと、そんな非常識な人とね家庭を作ったり、あと子育てをしたり、あと自分の親や親戚に会わせたいと思いますかってことなんですよね。難しいですよね。そうでもそれをねやっちゃうってね、やんちゃアピールする方意外と多くいらっしゃるんですよ。これね20代だけではなく30代40代の方にも見受けられます。なのでこのやんちゃアピール、自分はしてないかな、してないかな、あれどうだったかな、ぜひ振り返っていただければと思います。じゃあ次2番目は雑学などの知識を披露する、見せるということですね。よくね知識人であるとか頭のいい人と思われたいからってね、そういった心理から雑学を話すことってすごいっていうふうに言われたいとかね、相手から尊敬されたいっていう方がこういう方の心理にあるんですね。でも実はねこういったことってね、相手にとってはどうでもいい情報であることがすごく多いんですよ。こじつけで言うこともあるし、むしろねペラペラともうことあるごとに知識をひけらかすというふうにしちゃうと、これが逆に相手がバカにされてしまうということなんですね。なのですごいと言われたいとか、自己肯定感がない人は自己肯定感を上げるがために行う行為だったりとか、もうバカにされないように行う行為だったりとかするんですけれども、実際にこれに振られるんですね、残念なことに。でやっぱりね頭のいい人とか本当に知識のある方というのは自分からそういう話はしないですし、いろんな場面でポロッと出てくるものなんですね。自然から自然に会話が燃えてくるものっていうことがありますので、こういったね知識を披露するようなねことをすると、で自分はね趣味は知識を得ることです、本読むことですとかね、いろんなことで勉強してるんですとかねいう方いらっしゃるんですが、こういったことは実際やめましょうねってこと、逆に、マイナスになってしまいますよってことですね、振られます。そして3番目は何でも話をしようとするってことですね。何でも話そうとするね、借金とか病気とか家族と仲が悪いとか、あと辛い過去の経験とか今悩んでることとかいろんなことがあるんですけれども、そういう方というのは相手に話すのが誠意であり誠実であるっていうね思い込んでることが多いんですよ。でただそういう人の深層心理としては、相手に自分のネガティブなことね、自分の中にあるネガティブなことを相手に伝えて自分を認めてもらいたい、そういうことも愛してもらいたい、丸ごと自分を愛してもらいたいとか、あと相手に話すのが誠意だっていうふうに思ってるんだけど、そうじゃないってことで、そういう部分も愛してもらいたいってね、承認欲求を満たしたいって気持ちがすごく多いんですよ。で自分の中の重りを相手に渡して、で自分の気持ちを軽くしたいという身勝手さの表れでもあるので、非常にこれは振られる行為です。でそういう方に限って細かく丁寧に話しすぎて逆に相手を不安にさせてしまう、そういう言葉選び、言葉遣いをしている傾向があります。
ね、ちゃんと伝えなきゃ、誠実さを見せなきゃ、ちゃんと、ね、あの相手分かってもらわなきゃと思うからこそ話すんだけども、だからこそ深刻に話をしてしまう、実はねって言って話をしてしまって、で話す内容もすごいこうもう真面目だからこそ、すごい真面目なんですよ、そういう方ってね結構ねあるんだけども、相手としてはそれは不安になっちゃう、逆にね、重く受け止めちゃう、実際よりも重く受け止めてしまうことが多いです。でそういったね、受け取った相手というのは、いきなりね重たい重りをね、いきなり乗せられるわけなんですよ。乗せられてそれが自分の負担となって辛い思いをするだけなので、それは相手に対して思いやりではないんですね。でこれってね、やっぱり伝えるタイミングとか伝え方がすごく大事で、でまたね、何でも話せばいいというものでもないんですよ。やっぱり言葉を選んで、相手が受け取った側としてはどうしてそれが嫌なのか、気になるのか、知りたいと思うのか、そしてどうすることによって相手の中それが安心感に変わるのかっていうね、そういうことはちゃんと考えて伝えることが大事なんですね。で真実はね、伝えても相手を不安にさせるだけなので、伝え方は本当に考えないといけないので、ただただ真実を伝えればいいということではないということなんです。で場合によっては相手にとって別に必要としてない情報だったりとかするし、ただ単純に自分が勝手に伝えるべきだというふうに思い込んでしまって押し付けてしまうということがね、とっても多いです。そういう場合って身勝手なことが多いということなんです。だからそういう方ってね、どういうことかというと、誠実さを装ったサイコパスとか、単純なる身勝手でしかないということなんですね。なので、相手に対してちゃんと全てを伝える、話すのが誠意だと思っている方、本当に気をつけてください。これね、単純なるただのサイコパスでしかないというふうなこととか、自己肯定感の低さの表れであるということですね。なので話し方とか、話すタイミング、話す順番、全てこれが大事になってきます。次、4番目は、相手に甘えすぎるです。相手に甘えすぎるね、相手に対して、ね、甘えない、自分で全部できる事実を知っているというふうに見せるというのは逆に良くないんだけれども、でも相手に甘えすぎるというのも非常に良くないです。これね、塩梅が非常に難しいところであるんですけれども、で自分に興味はあるが、相手に興味があるかということを確認しないところが、これは結構特徴として多いです。で一方的に、例えば証券口座とかね、自分の解約方法、あと配当金の受け取り方がちょっと分かんないんだけど、どうなんだろうっていうふうに相手に聞いちゃったりとかね、相手がそれって精通してるんだったらいいんですよ。でも興味ない人にいきなり配当金の、ね、解約方法、ね、配当金口座の解約方法とか教えてくださいとかね、受け取り方わかんないんですよ、聞かれても、いや自分興味ないし、何それ、自分で考えるよってなっちゃうと思うし、自分のことは自分で完結しろと、できないにかかわらずそんなこと手出すなよって思われちゃったりとかするってことなんですね。であとは飛行機とか夜行バスとか、電車とか、ね、新幹線とか、そういった交通についても、自分の移動なのにもかかわらず、そしてググれば分かるようなことにもかかわらず、相手に相談する方も結構いるんですよ。単純に何時の待ち合わせ、どんな方法が一番いいかなというぐらいだったらいいんですよ。でも行き方をね、どこから乗って、どの交通手段で行っていく使うか、そしてどこから買うかとかね、結構こういうの細かいこと相手相談する人がいるんですよ。例えばこうオンラインデートとか電話の中で相談しながらチケット買うみたいな人もいるんですけども、もう大丈夫って、もう Google でググれば一発で出てくるよって、そういうねリサーチ能力もないのってなっちゃうんですね。でやっぱりね、そういう方って弱い自分を見せて愛情を向けてもらおうとか、一緒にデートを作り上げようとかね、そういったね、ポジティブなことを考えてはいるんですよ。いいことを考えてるんだけど、自分の見せ方を間違えちゃってるっていうことなんですね。甘える方向性が間違ってるということなんですよ。で自分が知らないとか、わからないからっていうふうに簡単に相手に聞いてしまうって方もいらっしゃいます。で分からないからね、知らないから聞いちゃおうじゃなくて、知らない分からないをまず自分で調べましょうということなんですよ。で聞くんだったら、相手にとって得意な分野に対して聞く、甘えるっていうのが非常に大事ですね。だからそういう人っていうのはね、自立してないとか、情けないとか、頼りないと思われちゃうんですよ。でそういうな人とね、もう一生いたいですか、付き合いたいですかってことなんですよ。だいたいこれ振られます。なんで気をつけましょうということですね。で次いきます、5番目は、自分の周りの自慢をするです。自分の周りの自慢をする、自分に自信がなくてすごい人だというふうに自分を見せようとして、自分の周りにこんなすごい人がいるんだよっていうふうに自慢をするのが、実はそういう人たちの深層心理です。心理的にはね。でそういう人っていうのは、中身のない人とか、ただマウンティングを取りたいだけなんだろうなっていうふうに相手をしらけさせてしまうんですね。よくあるのが、誰かと話をしているときに、いやこれできたらすごいよねとか、こういうこと言ったらすごいよねとか、もしくはこんなお店行ってみたいよねとか、あとなんかこういうお店知ってたら教えてみたいなこといろいろ言ったりとか、会話の中で出てくるために答えること、あ、なんか自分の周りにこういう人がいるから、こういうここの料理長にいるから今度紹介するよとかね、だけだったらまだいいんだけど、そうじゃなくて、自分の周りにこんな人がいてね
うん、で何とかね、こういう人いるんだよ、すごいんだよとか、あとはなんか自分はソフトバンクアカデミアでね、孫さんのもとで勉強したから孫さんのことを知ってるんだよとかって、いやいやいや、あなたはただ勉強しただけだって、ね、孫さんじゃないでしょみたいな、ね、自分ができる、自分が素晴らしい人とかだったら、やっぱり普通に普通に何もしなくても周りから見てもこの知識あるよね、すごいよね、すごいねとか言われるんですよね。でも自分がそういうことを身についていない、ね、知らない、そして人からすごいと言える存在ではない、そして仕事で功績を上げていない、知識がないみたいなところもあって、自分の弱いところがあるんだけれども、それを自分にはこんなすごい人がいる、こんな知りがいる、こんなテレビ局のプロデューサーがいる、自分の周りこんなアイドルがいてね、知り合いでこんな人がいてねとかいうことで、自分じゃない第三者のことをやたらと話を持ち出して、ことあることに話を出して自慢をするという方結構いらっしゃるんですけども、そういうふうなことをしてしまうと自分に自信がないから、自分の箔をつけるために誰か引っ張り出してるんだよねってことでしかないんですね。要はね、自分がないからなんですよ。自分ができてないから、誰か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 みたいな感じですね。だからね、自分がね、こう有名な方とかだったらね、もう T シャツ1枚で歩こうがね、ランニング1枚で歩こうが、このすごいよねって言われるんですよ。でも自分にはそういう風な中身がないから、全身のブランドもの着飾ったりとか、すごい格好したり、きらびやかな服装したりとかね、なんかこんなすごいことに積んでて、豪邸でどうのこうのでね、もういつもワインこんないっぱい飲んでんだぜみたいなとか、そこにいつもこうワイン館にこんな人来てくれて、こんな人来てくれて、自分のイベント行くとこにも、こういうとこに行ったらこんな人がいたよとかっていう風にね、こうなんか違う人のことを持ってきて自慢する人がいます。なんかね、本当に知らないので、結構やってる方が多いんですけれども、ひもってこういうのやめましょうということでね、自分の前の自慢はしないようにするということですね。自分の親戚こんな人いるよとかね、いやいや親戚でしょ、あなたじゃないでしょってことなんでね、行きましょう、ね、じゃあ次、6番目は相手の SNS をチェックするです。相手の SNS をチェックするね、相手の SNS をチェックしただけで、なんで地雷なの、ひも手なのってことなんですけども、実はね、この裏にある心理が問題で、相手のことを知りたいというところからもともとスタートするんですよ。ここだけは可愛いんですよ。これだけだったらね、相手のことを理解したい、知りたい、分かりたいから。でもここでとどまらないのが人間の心ですね。心理学的に交際が深まり始めてしまうと、相手を自分の一部というふうに捉えてしまう傾向があるんですよ。で、そういうふうになっちゃうと、自分の思う通りの行動をしないことに対して相手に対して苛立ちを覚えるというものがあります。で、そうしないと不快になったりとかするんですよ。で、それが起きてしまうんですね。ということはどういうことかというと、最初の頃は、ね、この人のこと知りたいから SNS を見ました、どういう投稿してるかなって見るんだけれども、だんだん関係性が深くなることによって、この人の投稿が気に食わないとかね、なんでこういうふうに自分とデートする時間がないのにね、どっかで美味しいもの食べてんのとかね、 SNS をしてね、自分と連絡しないということにね、 SNS やってる時間があるんだったら自分に LINE ちょうだいよ、なんで連絡くれないのってことで苛立っちゃったりとか、自分とデートしないのになんでこう楽しそうにしてるんだろうねとかってイライラしちゃったりするんですよ、っていうふうに思うようになる。これね、やっぱ人間は防衛本能から物事をネガティブに捉えるようにできている生き物で、どうしてもしょうがないんだけれども、ネガティブに捉えてしまうようになるんですよ。でもこういうことをどんどん繰り返すことによって、一人でイライラをしてって、で自滅に向かう、ね、なんかイライラしてる、この人なんでこんなことしてるんだ、自分に興味がないのかなって言って、私のことあんま好きじゃないか、僕に対してあんまりマジなのかなっていう風なネガティブなところから、それでそのネガティブな思考というのは、言霊とも全然違うものなんですけれども、思考を持ってしまうと、そういう方向に自然と体が動いてしまう、行動が動いてしまう、態度に出てしまう、表情筋に出てしまうってことなんですよ。だから浮気を疑っちゃったりとか、あとなんか自分に興味ないのかなと思うと、なんか相手に対してこうふっとこうフラットな、安心して接することができないから、ちょっと間を置いちゃうんですよね。っていうふうにすると、相手があれってなってしまって、どんどん距離が離れていっちゃったりとか、あとなんか浮気してんでしょとか言っちゃったりとか、なんでね自分とね連絡しないで SNS やってんのとかなると、ストーカーみたいってなっちゃったりとかってことでね、どんどん良くない方向に行きます。いずれにしても相手の SNS をチェックする、入り口はライトかもしれないけど、実はその奥に深い闇と泥沼が入ってあるとね、もう抜けられない深い沼が出てしまうと、底なし沼になっちゃうということなので、ぜひ気をつけてください。ということで、今日はね、まとめとして、やんちゃアピール、そして雑学なんでこう知識を見せたりとか、何でも話そうとしたりとか、相手に甘えまくるとかね、で自分の周りの自慢をする、そして相手の SNS をチェックするということでね、ひもてこい6つでした。
ということで皆さんいかがでしたでしょうか。自分ではね意外とやってないつもりとか、あとこうやって話を聞くといやいやそんなの紐に決まってんじゃんと思うかもしれないんだけれども、よかれと思ってやっていることがこれにつながっていること結構ありますので、よくよく振り返ってみることをお勧めさせていただきます。結構ねうちの会社もそういう人いたりとか他の人でもいてますね。じゃあ皆さん質問です。もしね皆さんがこれされたら自分は一発でドン引きなっていうことがあったらね教えてください。これに限らずですね、ぜひね皆さんが自分だったらこれされたら一発でドン引きだよねみたいな、もうどんなんでもいいですよ。皆さんいきなり目の前で裸踊りしたら一発でドン引きだと思うんですけども、でそういうことどうでもね皆さんの中でドン引きすることぜひねコメント欄にください。これ読んだ方がねあそっかこういうことは実はドン引きだったんだ、うっかり自分もやっちゃってたの気をつけようってことでね自分自身のプラスになってきます。なのでぜひね皆さんでお互いにプラスになっていけるポジティブな関係になっていけるようにぜひコメントいただければと思います。ということでチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。またね質の概要欄の方には身元保証で誰でもどこでも出会えるオンラインでの婚活パーティー情報ですとか、あとはねこう自分は今まで振られたんだけどなんかでもこれなんでかわかんない、ちょっとうまくいくようになりたいという方はぜひスマートブライダーのホームページにコンタクトいただければこちらの、ね、恋愛特別コンサルトもやってます。またね本当素敵な人と出会いたいという方はもううちの方でうちのコンシェルジュとともにしっかりとバックアップさせていただきますのでぜひねコンタクトいただければと思っております。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。